はい、では今から浪人ミニを組み立ててみたいと思います。最初はこのように、部品がですねばらけて入っています。これを組み立てていきます。じゃあ今から組み立ててみます。まずはバランス調整をする台を組み立てていきます。次にチンバルとモーターを固定していきます。最後にカメラを乗せて固定します。はい、これで完成です。